こんにちは、レオです。先日ヤマダ電機に行きました。ヤマダ電機に扇風機を探しに行きました。ヤマダ電機に扇風機を探しに行ったついでにテレビコーナーに行ってふらっと寄って、テレビをねソファに座ってね見てたら運命的な出会いをしてしまいました。そしてそのままテレビを購入してしまいました。購入したのはソニーのフラッグシップと言われるテレビのラインナップの AQF っていうモデルのテレビです。2018年のモデルなので、購入した2019年の8月の時点ではもう型落ちモデルになっていました。地域在庫も残り2つという状況でした。この商品の販売価格は価格コムで販売当初を見ると2018年9月時点で税込み45万円で、僕が購入した時のこの購入時点の価格コムの最安値が税込みで22万円でした。でそれに対してヤマダ電機の価格がもともとその週末にやっていた、型落ち処分セールみたいなのの価格の、さらに、現金で1万3000円引いてくれて、そして、通常つかないポイント 16% も、つけてくれてキャッシュバックしてくれて、で実質21万6200円、うちポイントが3万7600円というところで、価格コムの最安値よりも、ポイントという使いづらい部分はあるんですけれども、5000円近く安く買うことができました。この機種ね、型落ちモデルって何回も言ってる通り2019年モデルっていうのも出てます。こちらが A9G A9G っていう製品なんですけれども、こちらね新しい機種になって、新しいテレビになって、なんかねこうテレビの中についているスピーカーの数が、前 AQF 僕が買ったやつは3つだったのがそれが2つになったりとか、あと音圧かなんかが、ワットが低くなっていたりとか、あと去年モデルから、チップは変わらないみたいなところで、あんまり大幅に進化していない、一方で 4K チューナーが内蔵されたとかもあるんですけれども、でもそんなにすごい進化した製品ではないっていうようなことでみんな語られていて、価格コムの今の最安値っていうのが27万円だったので、それと比べると6万円、もちろん世代が違うので単純に比べるべきじゃないと思うんですけども、でもそれよりは6万円安い金額で購入することができました。で、僕普段こういうガジェットとか家電的なものを買うときまずネットを探すんですけども、今回家電屋さんで買ったらね、それなりに安心感もありますし、人と話して買えたので良かったですし、設置サービスも無料でしてくれるそうなので、いろいろ含めて衝動買いだったんだけど良かったなと思ってます。もともとはね、10万円ちょっとぐらいの55型あるいは50型ぐらいの 4K が見られる液晶のテレビを買おうと思っていたんですけども、今回買ったのは有機 EL のディスプレイのやつなんですね。なのでそこの差がいきなりこう衝動買いでついたことによって、液晶だったら10万円ちょっとぐらいのやつが、有機 EL だと20万円ぐらいになっちゃったので、そこに9万円10万円の差があったりはするんですけれども、今回テレビの話がメインってわけじゃないからちゃんとは説明しないけど、そのAQF っていうそのソニーのフラグシップのテレビっていうのは画面から直接音が出るっていうところがちょっとなかなかユニークなところで、要するにスピーカーみたいな、そのスピーカーが別であってそこから聞こえてくるんじゃないか、直接臨場感がありますよみたいなところが売り文句なんですね。そういったところを含めてね、ひっくるめてプラスになった。でそして綺麗な映像で見られる、綺麗な音質で聞けるっていうところを考えると、自分的には衝動買いだったけれどもいい買い物ではあったんじゃないかなと今のところは信じてます。そこで本題です。ガジェットとか家電っていつ買うべきなんでしょうね。で僕的にはね、買い時って、いくつか決まってると思うんですね。だから今日はそれをまとめていきたいと思います。一つ目が発売日に購入するパターン、二つ目が発売日と同時に購入した人たちが一通りレビューを終えてそれを見てから買うパターン、三つ目が Amazon プライムデーとか正月とかそういった大型セールの時に購入するパターン、4つ目が型落ちして安くなってきたタイミングで買うパターン、そして5つ目が誕生日とかクリスマスプレゼントとかそういったこう記念日の時に購入するパターン、それぐらいがあるかなと思います。で当然それぞれにメリットとデメリットがあります。なのでそこをおさらいしていきましょう。まず1つ目の発売日に購入するパターン、こちらのメリットは誰よりも早くゲットできるので、いち早く試して身内にどやれる、ソーシャルでどやれる、 YouTube でどやれるみたいなところがあります。どやれるっていうのも言い方がねちょっとやらしいですけど、そうじゃなくてもね普通にネタにしたりとか、これどうなのいいよとかそういう話がねできるじゃないですか。なので、そういったメリットは一つ、話題になるっていうメリットが一つあります。あとはこの商品サイクルで言ったら一番最初のところから買えるので、一番長く使えるというか古くならないっていうところがあります。一方でねデメリットとしては購入前に分かるメーカー交渉のスペックだけを
を見て購入することになるので、失敗するっていうことがあります。思ってたのと違ったとか、その言ってることと全然違うじゃないかみたいなものをつかまされてしまう可能性も、そういうリスクもあります。それから、一番購入金額としては高いところで購入することになります。ほとんどの場合、例えば予約して、発売日にゲットしたとすると、まあ、メーカー予約だとね、完全に定価の価格になっちゃったりするので、本当に高い、一番高い金額で購入することになります。2つ目の、発売してちょっと経って、まあ、YouTuber とかね、まあ、レビューアーさんがレビューした後で購入するっていうパターン、こちらのメリットとしては製品サイクル的にはまだまだ早いタイミングなので、ずっと長く楽しめるっていう、部分がありつつも、一旦、まあ、誰かの目を通して、第三者の目を通して、レビューアーさんの目を通して、レビューされたものを元にして、まあ、いいかどうかを判断してから購入することができるので、その部分でリスクを減らすことができます。まあ、さらにね、たまにですけれども、まあ、発売して直後に、まあ、一段落してから値が落ちたりとか、まあ、量販店で在庫が揃ってきたらちゃんとポイントついて買えたりとか、そういった小幅な割引っていうのが、享受できる場合があります。まあ、一方でね、もちろん割引があると言ってもまだまだ定価に近い価格ではありますので、人によっては割高感を感じることもあるかもしれません。で、3つ目のプライムデーとか正月とかっていう、そういったまあ大型セールのタイミングで購入するっていうことのメリットとしては、まあ、商品とかあるいは、販売サイクルは商品サイクル的な問題で、どれぐらい安くなるかどうかっていうのはもちろん商品によるんですけれども、でもまあ普通にこうシーズンっていう意味で言ったら安定して安くなるタイミングではあるので、まあ、事前に、まあ、この頃に購入すればいいかなっていう計画が立てやすい、そういったメリットがあります。まあ、その商品サイクル的に序盤とか中盤ぐらいで、要するにまあ1年で新製品が出るサイクルの商品であれば、まあ、発売して3ヶ月ぐらいとか半年ぐらいでこのシーズンが来るような商品があって、それが安くなったとしたら、まあ、割と狙い目かなという感じです。まあ、デメリットというものがあるとしたら、まあ、その安くなる、量っていうのが決まっているとか、販売量が決まってて売り切れになるとかね、まあ、いろいろあるかもしれないんですけども、デメリットとは言えないけど注意した方がいいかもしれない点としては、こういったセールでも決して安くならない製品もあるので、まあ、そういったところにそういった商品をね、そのセールまで待ってても仕方がないので、この製品ってどういう過去のセール、傾向があるんだろうみたいなことっていうのはちゃんと自分で勉強しておいた方がいいと思います。4つ目が、型落ちして安くなるタイミング、あるいはもうすぐで型落ちするっていうタイミングで購入するパターンです。これが今回僕がテレビを購入したパターンですね。まあ、基本的には一番値が落ちるし、あとはまあ事前の予想がしやすいというか、あるいはもう安くなってしまってから買うので、ある程度その予測が立てやすいというところがあります。まあ、ただしデメリットとしてはね、当然その頃には新製品が出てる、もしくは新製品がもうすぐ出るんじゃないかって噂がすごい回ってくるタイミングなので、結局悩むことにはなるとは思います。まあ、進化が早いジャンルの家電、ガジェットとかだと、まあ、購入したはいいけれども、まあ、すぐにこう古い機種として、なってしまうということがデメリットとしてありますよね。まあ、逆に、まあ、テレビとかあるいはスマホとか最近だと、そういったところって、まあ、少なくとも僕から見ると結構もう進化っていうのは止まってきていて、まあ、今回僕が買ったテレビで言うと、まあ、有機EL がどんどん出てきて安くなっているタイミングではあるんですけれども、まあ、基本的な型っていうのはもう決まっていて、これはこういうものっていうのが決まってきた製品っていうのは、1年であんまり変わらなかったりしますよね。もうスマホも最近は今年は iPhone が2眼から3眼になるんじゃないかとかね、そういったトレンドがあるけれども、以前ほどはそんなに変わらないという感じがしていますので、だったらね、もう2年おき3年おきに買えるようなものであれば、別に1年型落ちのモデルを安く買ってもいいんじゃないのっていう、そういった考え方はあると思います。で、最後にね、5つ目、誕生日とかクリスマスとか、あるいはね、給料日とかボーナスとか、そういった時に、まあ、自分のタイミングで購入するっていうことがあります。まあ、これまずデメリットとしては、まあ、たまたま重ならない限りは商品サイクル的に新しいとか古いっていうことどちらもないですし、つまり安くも、高くもない可能性もあるし、まあ、あるいは ただ定価で買わなきゃいけないっていう場合もあるかもしれないんですけれども、でもまあその一方でね、メリットとしてはやっぱりこういう記念日とかにもらう、記念日に買ってもらうっていうものっていうのは、まあ、記憶に残るものではありますし、特別なものにはなるので、思い入れは深くなりますよね。なので、まあ、そういったメリットも一定あると思います。まあ、ということでね、今回僕が購入したテレビっていうのは型落ちして安くなったタイミング、そしてその型落ちっていうのが、まあ、僕が気にならない程度の型落ちであった、むしろ、
前作の方が良かったんじゃないかって言ってる人もいるぐらいのタイミングであったので、もちろんそれは人によると思うんですけれども、まあ、僕はそれで満足できるなと思いましたので、まあ、改めてね、なかなかお買い得な買い物ができたなと、自分的にはいい買い物ができたな、いい出会いだったなというふうに思っております。まあ、結局ね、購買なんていうことはもうほとんど僕がチャンネルで紹介しているようなものっていうのはほとんど、買って満足できたらいいわけですよね。結構自己満足みたいなところもあって、こういかにこう理由つけて理由つけて理由つけて、じゃあこの価値があったぜ、得したって思えるのが一番なので、これからもね、なんかそうやってこう得したぜって思えるような話をいろいろ紹介していきたいと思いますので、これからもぜひよろしくお願いします。そんな感じで、本日の動画は以上になります。ちょっと語り動画でした。またテレビがすごい良かったら、チャンネルで自慢したいと思います。今日もめっちゃ暑いんですけど、で、今日僕ん家にテレビがね届いて設置作業があるので、編集しながら楽しみに待ちたいと思います。明日はコミケに行こうかなと、ちょっとだけ顔出そうかなと思ってます。そんな感じで改めて以上です。本日の動画もご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー、バイバイ。